つあって、一つは IT の中でもなんか横件定義する人ってエンジニアやったっていうのが聞いてるなと思ってて、おお、なるほど。 SNS とかで自分で発信力をつけたりとかして、自分でこう何か人を動かせるみたいな力っていうのを身につければ、そこは意外と人事にこう評価していただけるっていうお話なのかなっていうふうに思いました。そうですね。キャリアに悩めるそこのあなた、公式 LINE 登録で就職活診断が無料で受けれます。 YouTube 非公開の転職対策動画も手にあります。詳しくは概要欄をチェック。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。皆さんこんにちは、トップショーの光輝です。というわけで本日は後編ですね。前回がグリーの実態っていうところで、グリーの新規事業開発室の実態に迫るっていうインタビュー動画でした。で今回はですね、引き続き直人さんにご登壇いただきまして、直人さん簡単に言いますと、美容師、エンジニア、IT コンサル、事業開発、そして、ビジネスコンサル、独立みたいな形で、いわゆるシステムサイドから、ビジネスサイドにこうキャリアチェンジを、なされてきたみたいなキャリアを歩まれてる方だったりとかしてます。ではその過程の中で、年収も30倍になったみたいな話が前回の動画にありましたので、視聴者の中の中でもこうシステムサイドからより上流の戦略とかビジネス構築とかそういうことがやってみたいっていう声がかなり多かったりとかするので、どうやったらそんなキャリアを歩めるのかみたいなところについて今回の動画では迫っていきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先にエンジニア時代のお話、簡単にどんなことされてたのかっていうところをまず伺いたいんですけど、どんなエンジニア業務やられてたんですか？エンジニア時代で一番最後になるのが、クレスポで設計主任やってた時なんですけど、30億円ぐらいのプロジェクトで、だいたい1200人ぐらいのエンジン開発者がいて、その人たちが使うフレームワークっていうのを設計するっていうのが仕事だったと。で、大手企業になるとオープンソースとかフリーの、ライブラリってほとんど使えなくて、それも自前で作るんですね。で、その時にそのストラッツっていう当時有名なフレームワークがあったんですけど、あれが作れないから、ゼロからそのストラッツみたいなものを作れないかっていうことを言われた時に、私結構オープンソース読むのが好きで、ストラッツとハイバネっていうオープンソースは結構読み込んでたので、それだったら私作れますよって言って、やらせてもらったって感じですね。で、どんな仕事かっていうと、フレームワーク作ってました。小さいプロジェクトだと一人の天才がガッと作ってみんなはそれについていくみたいな感じでもいいんですけど、そのやっぱり100人200人っていう単位のプロジェクトになってくると、全員の生産性を 10% 上げるとか 20% 上げるっていうことの方が効果的だったりするので、そこをそのエンジニアリングを通じて提供していくっていう仕事でした。なるほど、ありがとうございます。クレスコっていう会社は一部上場で、スタイヤーみたいなイメージで捉えておけばいいですか？そうですね。ありがとうございます。いわゆるクライアントがいて、システム導入していく中で、100人規模ぐらいの、プロジェクト、システム開発をされていたという話で、ウォーターフォール、開発から、要件定義して設計して開発してリリースみたいな流れをこう一通りやられてたっていう、いわゆる SE みたいな職種をやられてたってことですよね。こんな感じです。ありがとうございます。実は私事なんですが、アクセンチャー時代はそういった SE 業務みたいなこともやっていて、その後 IT コンサルを経て今のキャリアに移ったっていう形になりますんですけど、結構当時僕も思ってたのが、システムやってる際にこうもっと上流のビジネスサイド、売上をこう上げるみたいな、そっちの業務やってみたいな、いわゆる戦略コンサルだったり業務コンサルだったりとか、そういうことやってみたいなって自分自身も思うこともありましたし、憧れてる同期結構たくさんいたんですね。っていう中で、直人さんってまさにそのエンジニアのところからそういうビジネスサイドにキャリアチェンジをされたっていうところがあって、多分具体的には前回の動画でも上がりましたけど、まずグリーの新規事業開発室っていう事業開発の部門に入られてるじゃないですか、でなぜそのキャリアチェンジが成功したんですか？前の職種でエンジニアリングもだんだんその上流になってくると、お客さんで別にシステムが欲しいわけじゃなくて、そのシステムを通じて売上を上げたいとかコストを下げたいとか、成果を欲してるんですよね。で、その成果をその欲してるところに注目しなくて、言われた仕様を言われたまま形に落とす、単なるコーダーってどんどんその価値が低くなっていって、そのビジネスバリューを創出する方が、その上流に行けば行くほどウェイトが高くなってくるんですよ。そういった観点で、その、前職で、例えば NTT ドコモさんとか、マイクロソフトさんと、その上流のビジネスのどんくらいにどういうやり方をしたらどういうバリューが出るのかっていったところから、その一緒にそのディスカッションしながら作っていったっていう経験を結構買っていただいた。あとは私結構ブログをで情報発信してまして、書いたブログが一番多い記事で2万 PV ぐらいいったのかな、ちょっと有名だった時期があったんですよ。でそういうのをたまたまその、グリーンのマネージャーが見ていて、おあなたが来てくれるんだったらぜひともみたいな感じに。なるほど。結構今こう再現性を持たせるようなお話があったかなと思っていて、まず1点目のお話で言うと、 SE システム
ンジニアと言いつつも、ただコーディングをするだけじゃなくて、PM までこう、登っていかれて、その中で、もうクライアントとビジネス的な要件を詰めて IT に落とすってところまでやられてたってことですか？そうですね。まあ、要件定義っていうと、なんか御用聞きっぽいイメージがあるんですけれども、クライアントが求めてる成果にコミットするっていうマインドを持って仕事をするっていうことですね。そうする中で、必然的にビジネス的な観点みたいなとこもエンジニアの時からこう、持てるようになっていたみたいなところで、もうそれがそのまま絡まれたっていうことですか？そうですね。まあ、クライアントがこれやってくれって言っても、これはそのビジネスにつながらないと思いますって言って、ちゃんとそこでその建設的な議論に持っていけるかどうかみたいなところは、結構姿勢として違うかなと思いますね。そういうことですね。ちなみにそのグディの新規事業開発室では、その IT のスキルっていうのは活かせるような部署だった。もう完全にビジネス全振りだったんですか？特に今の時代とか、IT 抜きで新規ビジネスってありえないと思うんですよね。確かに。ドローンもそうだし、自動運転とか機械学習とかそうだし、その IT なしで新規事業を作る方が難しいぐらい。今、飲食店でもその生産性管理はその IT 使いますし、コスト削減とか調達の部分は IT 使っていく。だから IT やっていって無駄になるってことはない。で、逆に IT ってそれ単体では価値がないんですね。IT と例えば、音楽とか IT とゲームとか、はいはい、他の産業とその結びつくことによって、その省流が変わったり生産性が上がったりすることによって初めてビジネスができる。だから IT はもう前提知識みたいな時代になってきてるんじゃないかなと。あ、いや、めちゃくちゃ今いいお話だなっていうふうに思っていて、結構そのキャリア相談とかする中でも、今エンジニアやられててなんか IT をやりたくないみたいなって意外と多かったりするんですよ。おお、そうなんですね。そうなんですよ。これは結構僕も不思議なところと言いつつ、自分も過去思ってるところにもあったりとかして、なんかこう、ビジネスを作るかっこいいことがやりたいみたいなところで、IT のかっこいいことやりたくないみたいなと意外と声が多かったりとかして、なんか今の直人さんがおっしゃった部分がなんかすごく僕は大事だなっていうふうに思って。そうですね。2つあって、はい、で、1つは IT の中でもなんか要件定義する人じゃなくて、エンジニアやってた経験が効いてるなと思って。おー、なるほど。はい。そのビジネスニーズっていうすごい抽象的なものを、その数キロバイトとか数メガバイトのソースコードに落とすような仕事なので、頭の中でいつも抽象化の訓練するんですよ、ね、その例えばそのクワガタ と、カマキって全然形が違うけど足が6本っていうところは共通してるから、はいはいはい、インターフェースを作ろうとか、その共通した動きの部分はライブラリ化しようみたいな、その物事を構造化して分解していく、整理していくっていうところはものすごいやっぱりそのビジネスの抽象化とか本質をつかむっていったところに効いている技術かなと。でもう一個はやっぱりデータ分析ですね。ガチコンサルの方とかと現場で一緒になることもあるんですけど、はい、やっぱりコンサルの方やっぱりデータ分析すごく弱くて、弱い方が多くてか、全員が弱いわけじゃないんですけど、グリーンとかだと1日に大体2億 PV ぐらい多分当時あったはずなんですよね。1日2億で10日で20億、1ヶ月で60億みたいな中でものすごい数のトランザクションがあってデータ分析するんですけど、やっぱりなんか Excel とかアクセス使ってやろうとすると結構100万行でもきついみたいな、はい、そういうところの分析で、まあ、今は BI があるのでもうちょっとその BI 使いこなしてできるようになったんですけど、やっぱりそのクエリを書いてその見たいデータを見たい形で抽出する、でその仮説に基づいて出したり入れたりするっていったところは、そのエンジニアのスキルっていうのはすごく役に立つ。なるほどですね。いわゆる本当に IT プログラミングっていうそのスキルの、なんだろうな、ハードスキル、構造的な部分だけじゃなくって、今のお話だといわゆる構造化する頭の使い方であったりとか、まあ、データを見る力みたいなところも実は効いてくるんだよってことですね。そうです。いや、もうまさしくそうだなと思っていて、事業開発だけじゃなくてコンサルティングサイド、僕とかはそうだったんですけどっていうところもやっぱもう IT を前提としたプロジェクトが大半だったりとかするんで、そこはもう分かってるよね。プラスアルファはそこに、まあ、業界の知識だったりとか特定の専門領域だったりとか今流行りのテーマなってところをかけたら初めてこうコンサルティングができるみたいな印象があったりとかするんで、まあ、全くエンジニアとしてのキャリアも、まあ、そういう上流を目指したい人にとっても無駄ではないってことですね。そうですね。めちゃくちゃ役に立つっていうか必須になってくるんじゃないかなと思います。ってことですね。あともう一個あった。調達の時にすごい力を発揮するんですよね。調達、はい。ビジネスって情報格差で儲けるじゃないですか。はい。本当しょうもない商品なのに相手が情報を持ってなかったら高い値段つけて売れる。で、IT 屋さんも分かりづらい商品、形のない商品なので高い値段つけたいんですよ。なので、その IT リテラシーがない人がプロマネになると、これ本当は3000万でできるシステムなんだけど2億とかで売れたりする。ああ、それは。だからね、利益率 85% とか結構とんでもない儲けが開発側からすると出るんですけど、逆にクライアントはそれくらいぼったくられてる会社がめちゃくちゃ多くて、これ、まあ、めちゃくちゃあるあるだと思います。そうですよね。この間国のやつでもあったじゃないですか。人材会社が何億とかで受けて、はい、何億で受けたやつを800万で作らせてて途中の会社が全部抜いてたみたいな。いやーって、僕も今事業開発がやってる立場
だったりとかするんで、発注する際にそこの感度がないと提案されたものが、まあ、そういうもんかしか解釈できないですよね。そうなんですよね。しかも下手に金があったら出しちゃうんですよね。そこの精査のしようがないですもんね、感度がないと、うん、だけどまあ一定エンジニアとして IT のシステム開発がどういうものかって分かってれば、そこの感度を持ってこれっておかしくないだったり、これっていらないよねみたいな会話ができるっていうところもちょっとあるところです、ね、そうなんですよ。なんかちょっと入ってこれこうくらいかだと思いますよってコンペやって、なんかいきなりコスト 80% 削減とかってやるとめちゃくちゃありがたがられるんで、すごい仕事してて嬉しいな。あ、確かに確かにおっしゃる通りですね。ありがとうございます。もう一個はそのブログで、そこがバズってみたいな話で、視聴者の方の、エンジニアのキャリア、 IT キャリアかビジネスキャリアに、移動したいってなった際に、まあ、一つが、IT だからこそ身に活かせることがいっぱいあるんだよっていうお話と、あともう一個はブログで、こう今で言うとまさにこう SNS とかで自分で発信力をつけたりとかして、自分でこう何か人を動かせるみたいな力っていうのを身につければ、そこも意外と人事にこう評価していただけるっていうお話なのかなっていうふうに思いました。そうですね。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。まあ、それが人に届くかどうかは最後の最後、はい、結果なので、やっぱりそのプロセス書いていく、アウトプットしていくプロセスが学びになるっていうところが結構重要だと思って、ラーニングピラミッドってよくあると思うんですけれども、はい、やっぱりその講習とかで聞いた内容って 90% ぐらい忘れちゃうんですよね。なんだけど、その自分でアウトプットするとか人に教えるっていうのが一番その学習効率高くて、学んだことをやっぱり外に出す、これ間違ってないかなっていう、そのファクトチェックをしたりとか、あとそのアウトプットすることによって自分のその脳が能動性を感じて、その会話に定着しやすくなるっていうのは結構脳科学的にも証明されているようなので、本当にそのアウトプットする癖を作るっていうところが非常に大事ですね。確かに。ありがとうございます。Twitter、インスタ、YouTube とか、そうですね、ところで自分の言葉で喋るっていうところが、そうですね、自分の力にもなるっていうお話だと思いますし、うん、まあ、ある意味その、ビジネスサイドの方々からしても、まあ、そういったビジネスセンスがあるんだなみたいなところの一つの評価材料になったのかもしれないですね。うん、そうですね。で、もう一個その身につくスキルとしてはマーケティングスキルですね。って要するに人の立場になってものを考えるっていうことなので、自分がその書いても誰にも反応してもらえないと悲しいから、だんだんその書く内容とか書き方とかを精査するようになってくるんですよね、自分の努力を無駄にしないために。そうすると、これを企業を読んでる人は何を求めてるんだろうかとか、こういう世代の人って他にどういうメディアを見てるんだろうかみたいなことをその考えるようになって、例えばそういうメディアに寄稿したりとか、まあ私の場合は日経クロステックとかいろんなところに寄稿して、ただでいいから記事を書きます、載っけてくださいみたいなことをやって見てもらったりとかしていたので、そういうマーケティングセンスとかは結構身につくかな。それはすごくハードル低くできる時代っていうのが今の時代だと思う。どんどんやった方がいいんじゃないかな。いやでもまさになんか今のを総合して向かっていくのが事業開発じゃないですか、事業ビジネスのアイデアを考えるもそうし、マーケティングもそうだし、システムを作っていくみたいなところで、まあ、複合的な力があるっていう風に多分評価されたっていうのがあるんだなっていう風に今お話聞いて思いました、ね、そうですね。やっぱり本当に新規事業開発って総合格闘技みたいなところなので、セールスもできないといけない、マーケもできないといけない、HR もできないといけない、 PR もできないといけない、システム開発もできないといけない、そうですね、運用もできないといけない、ホームコンプライアンスもできないといけない、そうですね。なので結構企業貧乏な人は得をするというか強いかなと思いますね。なんかキャリアが偏ってるその新規事業の事業計画とか見ると、広告出身の人は広告の部分だけ、プロモーションプランだけ新しい位置にやってるんだけれども、開発コストのところはザルだったりとか、開発から来た人って機能要件定義と見積もりのところはびっちり書いてあるんだけれども、プロモーションとかマーケティングのところがザルだったりとか、結構得意なところのにばっかりフォーカスしてしまって、全体としての最適化ができてないみたいなところは結構見ます。前回の動画の通りにグリーで事業開発の経験を積まれて、その後は今独立されて、いわゆるこれも視聴者の方がすごい興味が持っている、いわゆる戦略コンサルというか、事業開発コンサルみたいなことを今やられてたりとかされてるんですよね。そうですね。簡単にどんなクライアントさんでどんなことやられてたかみたいな少しお話いただいてもよろしい。そうですね、結構出せない事例も多いんですけど、まあ、分かりやすいところで言うと DNA さんがクライアントの時に新規事業っていうのを任せていただいて、まあ、それの、戦略設計、フィジビリティスタディ、あとはアライアンスの締結、プロトタイプの原型作るところまでやって、で徐々に、DNA のメンバーが入ってきて、プロジェクトチームができて、プロジェクトリーダーがやったらバトンタッチみたいな、なるほど、まあ軌道に乗るまでの上空の部分を全部やったっていうのは
ってましたね。いわゆるそういった業務って、まあ、いわゆるなんでしょう、ザ戦略コンサル、なんかマッキンゼーだったりとか、うん、AT 会員、ああいうところがこう持っているようなところ、多分業務的にはかなり近しいようなものかなというふうに思ったんですけど、うんうんうん、その認識合ってますかね。デコンサルみたいなコンサルの人たちって、なんだろう、ビジビリティスタディとかやってるの、あんまり見たことないんですけどね、どっちかっていうと、すごいその業界の分析とか、あとやっぱ海外とか、あとはその財務分析とかめちゃくちゃ強いんで、うん、そういうところのアウトプットをざーっと出して、であとはもうやりますかやりませんか、ABC プランどれにしますかみたいなところまでやってるっていうのがビジコンさんの仕事の領域だと思うので、まあ、私なんかはその事業責任者っていうその事業会社出身なので、なるほど、ビジビリティスタディとか実装とか走り出すところまでやるっていうところはちょっと違うかな、はい、本当にグリーンの新規事業の開発の経験が生かされてるのかなと思っていて、まあ、そこに立ってた事業開発の責任者みたいなところを、うん、今度は独立して外部のまあいわゆるアドバイザーみたいな形で各大手企業の新規事業開発担当者と一緒にこう伴走してたみたいな、そんな感じのことをやられてたってことですか。そうですね、なかなかやっぱりね、新規事業開発の責任者であの実際やったことある人っていないから、ほとんどの人は初めてなんですよ。そうですよね、うんうん、皆さんやっぱり頭いいし真面目だからすごい勉強してるんですけど、はい、この状態って水泳できない人が水泳の教科書読んだだけの状態なんですよ、ね、心が痛いの。俺も読んで分かるからそのまま海にドンっていったら泳げるかっていったら泳げないじゃないですか、はい、だからやっぱり実践の経験とかっていったところはめちゃくちゃ重要になってくるので、まあ、そういう意味ではその自分は開発もマーケもセールスもなんか一通りもう何事も経験だと思って、特にまあこれはベンチャーだからやらされてきたっていうところもあるんですけど、まあできなくてもやるってコンサルの現場では普通にあるんで、いやそんなことやったことない、そんなことは聞いてない、結果を出すんだよみたいな感じで頼まれるじゃないですか。だからやったことないことでも臆せずトライして、なんとなくこの結果を出していくうちに、なんか自分の中でその学習プロセスが大体定型化してきて、まあ、私なんか知らないその3人領域に入るときは本をまず2冊読んで、はい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 、予伝とあとは解説本教科書2冊読ん でその後業界の資料、まあ、矢野慶とか藤井健也とか出してるようなやつを読んで、その後セミナーに行ってみたいな、そのやることがもう大体プロセス化されてるんで、まあ、今度はそのいきなり IT やったのに今度建設業界見てくださいとかって言われて、建設業界の時も大体同じプロセスになりますし、まあ、あとは歯科技工士、この歯の詰め物の業界の DX みたいな時もやっぱり同じようなプロセスでやりますし、なんか回数こなしてくれるうちに慣れてくれるんですよね。まあ、テーマは違えどやっぱり本質的にやることは同じというか、最大公約数みたいなのがあるって感じですね。ありがとうございます。そしてまあそういったキャリアを歩んでて独立まで行って、まあ、いわゆる事業開発支援みたいなことやる中で気づいたら年収も30倍になっていたっていうお話ってことですね。そうですね、なんかあんまり生々しい話すいません、ここばかなんか勉強になりました、ありがとうございます。そんな中でまあ今ナオトさんがやられているサービスがあるっていうふうにお伺いしてたんですが、ちょっと簡単に最後にご紹介お願いできますか。あ、そうですね、シェアボスっていうサービスなんですけれども、私がその事業開発やってる時にいろいろ知り合った人たち、まあ5000人ぐらいいるっていう話をしましたけれども、そういう人たちを、月額30万円から、アサインできるっていうサービスです。でどんな人がいるかっていうと、まあそのサイバーエージェントでアメーバピグを立ち上げた人、 C チャンネルの編集長とか、リクルートキャリアで執行役員やってた人とか、DNA で事業責任者やってきた人みたいな、いわゆるメガベンチャー系とかデジタルに強い人に特化して集めてやっています。先ほど自分のキャリアのところでも申し上げましたけど、こういう経験してる人ってすごい少ないんですね。で、まあ日本国内で上場企業だけで4000社ぐらい、その下も合わせると400万社とかあるので、そういう会社に1人1社所属してたら絶対その経験が行き渡らない。だからこそシェアリングすることで、その貴重な経験っていうのをいろんな会社さんとかいろんなそのスタートアップに循環させることができて、成功確率を少しでも上げられればいいかなと思ってやっています。もし興味があったら見てみてください。ありがとうございます。概要欄の方にリンク貼っておりますので、ぜひ見てみてください。ありがとうございました。はい。というわけで、本日のテーマとしては、まあ、システムサイドから、こう、いわゆる上流のキャリアを歩むためにはどうすればいいのかっていうお話だったんですが、まあ、今回は直人さんのお話からありましたように、まあ、やっぱ複合的なこう力が求められるのが、まあ、事業開発だったりとか、上流のビジネスを作っていくっていうところだったりとかするので、まあ、いろんなテーマに、こう、興味持って取り組むのが大事だったりとかしますし、まあ、もともとお話ししてたシステムサイドで、その結果生きるのかみたいな観点においても、もちろん表層的な IT のスキルみたいな、ハード面も生きるんですが、まあ、その過程でやれる、まあ、ロジカルシンキング、整理する力だったり、データ分析の力だったりとか、まあ、活かせる部分は多分にあるんだよってことが分かったかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。でですね、トップ集の方でも、現在こういった、キャリアアップを目指す方向けに、LINE 展開しておりまして、まあ、転職活動の方法であったりとか、まあ、あとは実際にキャリア相談をワンオンワンに乗るみたいなところも、まあ、LINE の方から申し込めますので、ぜひ概要欄の方から登録してみてください。はい。というわけで、本日の動画は以上にしたいと思います。ナオトさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上にしたいと思います。See you next time. バイバイ。
今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。